これ湿ってるやん。もうか。商売繁盛、家内息災、商売繁盛。兄が気をつけんかいな。え、すみこはどないしてんね、すみこは。奥さんは頭が痛いって寝てはります。あんまり弱すぎばっかりするさかい。ゆうべ何時ごろ帰ったん。2時ごろ出した。2時？しめんか寒い。海苔がないがな、海苔が。卵もないで。ああ、自陣再生しても、じゃない。手を洗ってき。ああ、お前も汚い手しても、もうあっち行き。これこれ、歩くときは下見て歩くんじゃ。物があったらよけて取るんじゃ。こんにちは。こんにちは。どないしたんです。また、おいしいものを楽しんだんでや。もうどんなやつな。もうそんなことじゃ、向こうはもたらへんぞ。よう、どうやねん。いや、家内、どんな具合や。いや、別に大したことあらへんわ。面白ないわ。何やお前、不安悪い言うてて、どこ行くの。婦人会に出んなりまへんか。婦人会ってとない用事があるんやな。昨日も婦人会言うたやないか。いや、すると何か。婦人会、夜中の2時までもあるのか。理事やよってあてが何でもせんなりまへんさかい。少しはうちにいて、女房らしくできんのかいな。なあ君、もうたまでうちにいんのやさかいな。君んとこが羨ましいわ。何を言うてんねん。うちかてちょぼちょぼや。先生とかよろしおすわ。先生が奥様かわがらはりますもん。うちと来たらあてが女房らしゅうしよう思てもちょっともその気にならはりませんさかい。いやお前、いっぺんでも女房らししたことあるかいな。なあ君、夫婦もこうなったらおしまいやな。しょうもないこと言わんと大きいな。あなた、なあに、ちゅうた時代が花やったな。もういっぺんあの若さに帰ってみたいわ。しまへんやへんか、あなた、なあにって。あおらしもない、今さらその顔で。しょうもない。こんなどこぞい人でも囲ってやってみやはったらどう。そんなことしたらとうないやきもち焼くんやろ。
えらいのぼれてんのやな。やきもちやけどあんたかいな。こんな返しもないのやろ。養子やいう遠慮せんかてええし。もうなんじゃろうと二言目にあれやねん。なんやねん。そんな言うたかて養子は養子やへんか。うん、そうやそうや。昨日婦人会の仕事手伝わしたよって。この芝居の切符、西村にやって連れてったろ。いかなんだらいかんって言いなはれな。おはようございます。おはようございます。昨日はご苦労さん。いえ、どういたしまして。お礼よ。は？いえ、それは、はあ。はっきり言うたらええやないの。はあ、はあ。いえ、そのことならご心配に及びません。ところがこちらはご心配に及びすぎますねやわ。ありがとうございます。いずれ後ほどこちらから参りましてお話申し上げます。さようなら。君君、うちの箱入れ娘誘惑したらどうなんな。どうや今日の前場の景気は。まあぼちぼちやな。おい、あの子ほんまにええ子やな。ええ子やろ。なんやニヤニヤ笑ったりしてちゃうか。うん、あ、おらしい。わからんで。あずましんな、あれどない人置いてくれた。うまいことごまかしちゃったな。何を言うねん。124円26銭なり89銭なり69銭なり38銭なり369円25銭なり259円98銭なり。浅井製薬でございます。はいはいはい。じゃあこれ確かに渡すで。あ、OK。ほんなら支給するで。あ、じゃあ頼むで。間の話な、あれ考えておいてくれたか。金が出たらなんぼでも出すで、そないに勝とうならんかてええがな。わしがアバート見つけてあるね。
わしな、ほんまに寒しいのやで。いけませんわ、おからかいになって。冗談と違う。ほんまや、ほんまや、ほんまやで。じゃあこうしようか。あのな、今晩飯食べに行こう。え？え、いいやろ？な、そうそうしよう。ここや。いいな、ここや。ここ7時までにおいで。な、7時までおいで待ってるで。いい、いいな。存じません。ああ、はい。話したいことあるよってんな。帰りに小浦橋のテール車で待つか。え、ええな。なあ、どないぞならんやろか。方々頼んでみたんやけども、どうしてもあかんねん。あかん言うたかって困るわ。うちあんた一人を頼りにしてんやもん。社長に頼んでみたらどうやね。社長に頼んでできんのやったら何にもあんたに頼めへんわ。300円もどないして貸してくれはる。なんぞ開けでもなけな。あのな、さっきもな、なんや今晩ややこしとこ行こう言わはんねん。行ったらええがな。あんたそれ本気で言うてんのか。怒ったんか。当たり前やん。うちがそんなことしてもええのか。あんたは冗談やな。知らん。あんたそんなこと言う人は思わなんだ。冗談や言うてるやないか。もうええって。あのお金がなかったらうちのお父さんの手が後ろへ回るくらいのもんや。お店のお金でも融通して無理する言うてくれてもええと思うわ。そんなことできるかいな。僕かてんなことしたら後ろ手が回るがな。何もそんなことせえ言うてへん。そのくらいのことしてくれてもええちゅうてんねんや。そら僕かてそのつもりやけど、でけへんもんしょうねがな。もうええ。あんたはうちのことやなんてなんても思ってへんにゃ。奥さんと渋谷見に行く方がええにゃろ。そんな無茶な。おいでやす。おいでやす、おめんで。今もな、妹さんに備えてて、お父さん一体どうするつもりだ。あのお金、弁償せんつもりだっか。いいえ、そんなことあらしまへん。ほぼ金策に回ってはるのです。そんなもん当てになるもんべ。会社じゃごつごったれますて、もう国葬する言うてますて。お父さんのやらはったことは立派な横領罪になりますさかいな。もうそんなことしてみなれ、手が後ろに回りますて。わたらお父さんと一緒に長い間働いてたんやから、そんなことを見て黙っていられんさかいな。まあまあ言うて、今日までええように言うてきましたけどな。こんな調子やったら、わざわざって会社の言うとりせんないまいさかいな。すんまへん。すまんじゃ困るな。
いつドナム貸しよったよ。そんなこと聞いたかってお父さんにはドナムなれへんやないか。会社で訴え出てます。何言ってやがんねん。訴えはやるんなら訴えたらええやないかよ。うそんなことが言われたもんやな、会社が潰れかけるときにわいがすぐてやったり、それに20年の間働いてその功労に免じても300件ぐらいな金棒じりにしたかてええねん。こんなとこで金縛りしてたかてあけへん。会社行ってそう言ってたらええねん。会社行ったら何一つよう言わんくせに、釣り堀行ったらって全然釣れるわけやなし、お酒ばっかり飲んで、お前情けないこっちゃ。だいたい使い込むちゅうなしゃれたことは埋める会社があってやるこっちゃわ。しょうもない株やらん手出して。アホ、お前のしたことかい。お父さんはお前たちのためを思うてやってきたんや。さかいお前かて幸子かて女学校も行けたん、広しかてああして大学へ行けてるね。広しのやつ、あいつどうしよったよな。なんとも言うてこんな。就職口が見つかるように言うてやったよ。あれが大学を出て、早く働いてくれたらええね。もうちょっとや。もうちょっとしたらみんなええようになるねや。え？なんし情けないこっちゃ。会社なしのお父さんなんて持つもやないわ。ない方がマシや。青なんかって。こんなお父さん持った子供はほんまにかわいそうなもんや。あちゃったね。ここまで大きくしてもうたが誰のおかげやと思ってんねや。こんなとこにうかうかしてたらほんまにえらい目に遭うわ。人なかったら出ていたらええねんか。出て行ってもかまへんのか。ああかまへんかまへん、出ていたらええがな。出てけ姉ちゃん。姉ちゃん、行ったら嫌や。どこへも行ったら嫌や。ごめんやす。こんにちは。こんにちは。おはようさんです。あの、あやくさんおいでらっしゃるか。どなたはんでおます。お店で一緒に働いてるもんだけど、おいでらっしゃるか。あの、姉ちゃん言われしめん。どこぞいてはるまんやろか。いいえ、あの、四五日前から帰ってきはれしめへんねんけど。どこへ行きはったかご存じおめんやろか。なんとも言うてきはれしめへん。そうだか。お邪魔しました。あの、姉ちゃん、お店も出てはれしめへんのだっか。ええ、それで僕、病気やないか思うて退職届出しはった言うて聞いたもんだったから。そうだっか。失礼します。ごめんやす。幸子、幸子、今の男なんや。姉ちゃんのお店の人やねんて。そうか、おやまた会社のやつか知らんでもね。
まだ2学期の授業料分が納付ができないので就職の話もある際実に困っています。切り抜けたいと思うていろいろ金の工面をしてみましたがダメでした。しろしは何か知れたね。わいに金のなる気で持っているように思っているから。兄ちゃん何ちゅう時があったん。学校しがないよって相談に帰ってくるという時があったんや。どっちもこいつもどっかやったらしい。お店からや。至急当店までご足労くだされたと願いやん。あやこのやつ、お店の金でも使い込みよったんじゃないやろかな。おやこもめ。さきこ、靴出しとくれ。いいな、奥さんないしやで、茶でも飲んどき。ええお天気やな。えらいしけてるな。あんた気合半分遅いさかんやわ。ほんまかいな。あのお父さんのことな、あれつもようやったり。そうだか、おおきに。会社へ返すようにした方がいいぜ。すぐ備えしました。はあ、そうしそうし。
んとお昼やから。あんた飯食べたのかいな。一緒に呼ばれを持って待ってまして。行ってくるで。あ、明けない行ってきますな。いや、わしが言う。かわいい、かわいい。そうだか、すんまへんな。家かもってください。
まいずらめが今しっそるのじゃわいの悪い役回りやな。すまん、ほんまにすまんわ。落ち目やで。しょうもないこと頼めないな。浅井君。おお、すまんすまん。ずいぶん待ったやろ。私が、まあ、小さくならない。浅井が、この女の子とこんなとこで出会っててな。あてに入りかかしてあって、もうほんまに悔しいって、悔しいって。浅井君がこれと、あ、あやこと。そうだねんな。まあ、この嫌なしか見たくない。そうだっかいな。そりゃ、えらい間違いだから。奥さん、実はな、今日これと二人でここへ来る約束してましたよ。おしたら、つい手放せん用事ができましたな。あてが遅れたばっかりに、えらいご迷惑かけてすんまい。また、お前かってそうやがな、こないにならんうちになんで、あんじょ奥さんに言わんねん。へいやないやな。お前って、ほんなら、あやこはんはあんたはんの？えらいとこ見られて、面目したいもん、お前、そうだね。あ、浅井君、えらいすまん、こいちゃった。カニカニ、おいで。おいでんかいな。な、ごめんなさい。藤野君、いるかいな。よっしゃ。あんた、うろうろせんとさ、行きまへん。何しとらんねん。ちょっと口紅見せてちょうだい。桜井さんあるよ。あやさん、あやさんと違うか。まあ、そうさ。やっぱりそうや。そんな格好してるって違うのかと思うた。なんやねその頭。あんた結婚したんと違うか。まあ、いやいや、言わんといてほしいわ。なんやねん、まだなんか言うて。あの、あてな、今美少女勤めてんの。ほんで、稽古台に知られてこんな髪言わされて。あ、そうか。それで安心した。けど僕心配したんやで。病気やないかと思ってあんたんち前に行ったんやけども、うちにも言えへん言うし、お金のことも心配やったし。堪にしてあてな、あてお父さんと喧嘩してうち飛び出して借家やって帰ってやらへんねん。そんなあんなこと。これあのお金のことでな、うん、お父さん、あてのつかん人と結婚せえ、結婚せえ言わはるさかいに、あて、それがかないよってに、うち飛び出して。そうか。ほんなら、あんたのお父さん、うちの店勤めてはんの知れへんのか。お父さんがか。うん。いや、知らん。あのな、お父さんに、あてにおったこと言わんといてや。うん。けど、あんた一体今どこにいんやね。あてか、うん、あの、あて、どこにいるって、お友達のうち居候してるよってに、来てもらえへんねん。あやちゃん、こないしてるとまるきり、新婚夫婦みたいだな。なあ、あやちゃん、結婚せへんか。え、結婚しような。あんた、それ本気で言ってくれてんのか。本気？
こんな大事なこと、なんで嘘で言わんならねえな。なあ、結婚しような。え？あて、失礼するわ。あゆちゃん。ご主人、どないしはりまして。もう先生。とう、たまらはりましたな。え？熱は高いんですか？誰がそんなこと言ってました。誰がそんなこと言ってましたって、あんた電話かかってきましたやんか。電話ですって？どっからでしょう？すまた。これあかん。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いや、僕、こんなにあかん。いや、僕、こんなにあかん。えらいこっちゃ。まあいいや、本宅やと思っていたもんやさかい、とうとううちへバレてしもたがな。今も奥さん、あんたあては今日も笑われもんにしたくなかったな。まあ情けないことです。ええばしよ、恥さらし。あんた起きなれ。あの偉い熱だね。あんた何やねん、黙ってなあれ。君、診察しよう。いいえ、こんなとこへちっとのまま置いとけしまへん。もうええわ、もう熱折れてしもたわ。まあ、情けない。こんないやらしもん来て、なんだす？あんたは、仮にも土所町の浅井の主人や言うことを忘れなはったんか。昔の奉公人根性が抜けてんねんな。君、何の恨みがあってこんなことしてくれて。ほんまにえらいことしてもうた。あんたも一つはなの無事なんやないか。見たみ、見たみ。はよ、旦那さん連れて行き。あんた、大丈夫だっか。いや、すまなんだな、また後からな。うだうだいないな、アホらしい。誰が二度とこんな女子に合わせまっかいな。早行きんかいな。人やな、おとなしそうに猫かぶって二度と主人を誘惑したら承知しまへんで。頼まれてまいまへんわ。君、むちゃくちゃやがんな。すまん、ただイチゴに尽きるわ。すまんな。せんかってええが、そのうちわてがええ人をこのあげとくさかい。いや、もう結構結構。まあそうやけにならいでもよろしがな。これでほんまにさっぱりした。あ、でもこんな風に二度と泣いたことないわ。やっぱりあてかて、ええ人と一緒に車体持ちたいもんな。そりゃその方がほんまやな。なあ、おばさん。え？あてな、一緒になりたい人あんねんけど、その人にはあてこないなってるいうことを隠したんねん。うん。ほいで、一緒になろう思ったら、やっぱり何もかも言わんならんやろか。そうやな。人にもやるけど、好き同士の仲やったら、こうなったわけを打ち明けたら、よう分かってくれはるやろ。うん。そうやわな。
て、あの人と一緒になろう。明日進さんとこ行こう。月謝も納めてはれへんねん。卒業したらお友達の紹介で勤め先もちゃんと決まってんねんけど、それにも保証金がいるねんて。それでどうやよねん。それでどうしても200円ほど欲しいねんて。そんなことうち帰って言わはったかってどうもしようあれへんやないか。それでお父さんどないてはんねん。なんとかするさか遠くへ帰れ言うてはった。せやけどお父ちゃんお店へ勤めたばっかりやろ。来てもできへんのと違うと思うねん。なあ姉ちゃん、なんとかしてあげてんな。そんなことあてに言うたかてできるかいな。お父さんにできへんようなもん。あてら知らん、そんなこと。そらな、兄ちゃんかと何も姉ちゃんにどうしてもらうとは思ってはれへんで。当たり前やん。姉ちゃん、家を飛び出したりした言うて、兄ちゃん姉ちゃんのことプロクソに言うたったで。ほっといて、余計なお世話や。あてにはあての考えがあんやさかいな。偉そうなこといいな、チンピラのくせに。よっしゃ、つないにやったらほっとく、ほっとくが。アホ。幸子、もう一杯もしてんか。はい。ありがとう。お父さん、綾子のやつ、何や言ってきてね。アホなことを抜かしてね。悪かった酒、うちへ帰りたいと言うてきとる。うちに帰ってきよったかという、一足もいたらあきまいんで。僕の調子。あん時、うちの言うように帰ってはったら、そんな手紙出さんかったええのに。
そうやねん。おい、あいちゃん、なんやねんな。あの、この旦那はんがな、なじみの芸妓はん呼んでほしいまんにやて。まあまあ、あんたそうせかんた、ゆっくりしていきなれな。おい、取るものを取っといて、ちょっと虫がよすげんか。ほんなお先、失礼。ま、待て。人はそれで承知するか知らんけどな。わいはそれでは済ましとかんで。それで済むと思ったら当て違いやで。まあ一体どないしやれまして。どうもこうもあるかい。何べんも何べんもちょかちょかしくさって感じはやれへんぞ。えらいすまへん。あ、もしもし。あ、そうです。え？ああ、あやちゃんかいな。一体どないせんねんな、あんた。心配したで、僕。ごきげんさん。あのな、あとちょっと話したいことあんねんけど、そんな電話出られへんことやねんわ。ほら、あの住みないの、なにわパンションな、知ってはるやろ？あのアパートまでそれに来てくれはらへんか。あんたそこにいるのか。あ、そうか。ほんならすぐ行くわ。すぐ行くよって待ってて。え、ほんまに来てくれはんな。きっとやし。うん、きっとやと思う。僕かて早いたいがな。うん、よっしゃ。どうもおきに。おやすみまへんな。さよなら。いいです。待たしてすまなんだな。まあ、大急ぎで飛んできたんやけど。まあ、よう来てくれはったな。うちほんまに会いたかったやし。僕からそうやよな。嬉しいわ。それは僕かて。さわなり。おじみ。さ、なあ、すむさ。え？あんた、この間あてと結婚しよう言うてたな。うん、言うた。あて、あんたがあてを心から愛しててくれてると信じてるね。な、ええな。うん、今更何やねんな。言わんかって分かってるがな。そうやろ。くどいで。ほんならあてが、どんなことしてても。あんたは、理解してくれるわな。分かってる言うたら。あてな、うん、あて、この間あんたに美少女勤めてる言うた、あれ、嘘やねん。あて、店辞めてからずっと
あれのご主人の世話になってたんや。えそれほんまか。うん、ほんまやね。あのお金で、あんたがあのお金のことなんとかしてくれてたら、こんなことにならないで済んだんやけど。あて、それが恨みしいね。そやけど、あてはいつでもあんたのことを忘れたことあらへん。いつかてあんたと一緒になることばっかし思ってたわ。あて、このままでいたらどこまで悪になっていくか分かれへん。それを思うと、あて、自分がかわいそうで、かわいそうで。えらい恥かかしてもらってすまなんだな。さっきどんなことしたか忘れてしもたわ。達者なガキやな。今度はどんなことしたかって気のいい真似はさしとかなはがいな。あんたも思ったよりしつこうしてやな。そんなしつこうしたら誰にでも嫌われます。大きにお世話さん。もうええかげんに諦めといたらだよね。諦めてお帰り。おとなしい帰ったらええにゃ。何をすねん、アホ。うちには少しうるさいソロがいいんだよってんな。ちょっと、デートになれ。何を張ったりかしてくれたねん。何をしてんねんな。顔出てきたらどうや。こんな優しい見えてあるけど、これでもちょっとしたバラケツやってんな。嫌なこと聞かんうちにさっさと帰ったらどうや。金を返せ、金を。思い切りの悪い男やな。なんやねん、200や300の金ぐらい。思惑が外れたと思ったら安いもんやないかいな。さっさと帰り、ええ子やってんな。さ、帰り。解散するんならいいで。ええか、こんなことしたらどんなことになるか分かっててやってんのやろうな。へえ、どないなりますね。トーンと分かりまへんわ。よっしゃ、後から泣きなや。残してもらえまほか。よし。とう帰りよった。今の藤野はんやろ。うん。あんた藤野はんとも。まあアホらしい。そんなこと気にせんと。おかけ。もうこれですっかり邪魔もんないようになった。あてらほんまにこれで二人きりになれたんや。けど
不死の半どないとすんと。うん、そんなこと心配せんかってええわ。あて、どんなことしに来たかって怖いことあれへん。あんたさえあてをしっかり愛しててくれたら。なあ、頑張ってくれるやろ。うん、なあ、頑張ってくれるやろ。うん。うん、まあ、嬉しい。あて、今晩たんとごちそうするわ。帰らしてもらう。帰らしてもらう。まあ、何を言うねんな。天狗言いないな。君が村綾子か。へえ。考えたいことがあって、商売一緒に行ってくれ。おい、君も一緒に行ってくれ。へ、あの、何だしちゃろ。ああ、要は、それで言う。なあ、部長。村へ。綾子の事件聞かせてもらえまんやろか。困るなぁ。何がパンションで聞いてきてんけど。あれはかわいそうな女だから新聞に書かんといてくれんか。そういうことあんた聞かれてな。さあ内容ぐらいは言うてもええけどな。おい、どうしたんや。人気臭いやっちゃな。はっきり言うたらどうやねん。ええか、お前が何ぼ隠したかってあかんねんぞ。そんなからくりがわからんようでは僕らの仕事は務まらんわ。どういうつもりでやったか言うてみ。すんまへん。すんまへんではわからん。なんかなしにあんなことはできへん。そりゃいろいろと事情もあるやろ。しかしやったことは悪いな。悪いと気がついたら隠さずにみんな言うて謝んねん。ええか、罪を憎んで人を憎まずというのが法の建前や。素直に言うて謝ればことが済むな。だから正直に言うて謝れ。すんません。あて、あの人と一緒になりたいばっかりにあんなことしてしまいまして。そんなことしたらあっかい。そんならそうと事を分けて話したら、その話じゃないか。そらあてかて気がついてました。それでも、そんなことで聞いてくれはる人やったら、あてかてあんなことせえしめへん。ああでもせなんだら別れてくれはるししめへんよってね。そんなら、あんな芝居、西村に教えてもらったんやろ。嘘つけ。まあ、ええわ。よく考えとけ。ちょっと頼む。ああ。君、正直に言うて、はよ帰らしてもらわなあかへんがな。へえ。お前が指図してやらしたんやろ。違うわ。違います。僕も何も知りませんので。わて、今まであの人に引き回されていまして、僕ほんまに何も知りませんので。嘘つけ。お前があの女と一緒になりたいもんやってに、女にけしかけてやらしたいねんか。嘘です。誰がそんなこと言いよりました。誰が言うた。誰が言おうとそれがほんまやないか。そんなことをそんなことお前、僕はあの人と一緒になきゃちっとごめんごめんね。一緒になる気なしに何であそこへ入り込んでた。僕は騙されてたんです。あの人があんな恐ろしい人とは知らなかったんです。僕は騙されてたんです。じゃらじゃらした。一人前の男は何かね。あの人、藤南の他にも男がおまして、もっともっとあったかもしれません。僕が知らん人が。お願いです。もしあの人とグリアなんて言われたら、もう会社にもいられんようになるんです。僕は親も兄弟もお前で、
もしクビでもなったらほんまに困りまんねん。だらしのなやっちゃな、ほんまに。ま、ちょっと待っとるよ。君、あの男もう返したってんか。うん、大したお前ら。え？そうだしやろか。すぐさ。こら、黙っとれ。おい、あの男、お前に踊らされてたんや、言うてて。お前か。真面目にならんとあかんねん。せっ。今度は初めてのことでもあるし、本人も改心しとるようだから、こらえたんよ。え、すまん。いろいろお手数をかけました。しかし、二度とこういうことのないように。え、これから目を離さずによう監督せんといかん。え、いえ、気をつけます。戻った。どうだ、食べやったらどうだ。まあ、兄さんご機嫌さん。また東京行かれへんなんだ。いつも元気そうやな。さっちゃん、どうや。まあ、おいしそうやわ。すっきゃきゃないか。あても呼ばれよ。これで安心やろ。就職はできたし、兄さん買ってもうじき卒業できるしな。もうこれで立派に世間出られるがな。あとはさっちゃんだけや。さっちゃん、試験どうやった。ついでんか。ついでんの。なんやねん、みんな口も聞かんと。お前みたいな不良は兄弟でも何でもない。
なんやって？不良少女や言うたんや。よう言うてくれはったな。うるさい。お父さん、綾子が帰ってきよったかて、式をまたがさんちゅう約束やったらおめえんか。バカバカしい。うち入れることは僕が承知できん。出ていけ言うのか、兄さんは。そうや。兄さん出ていけ言うてもかまへん。お父さんやさっちゃんが当てを出すようなことせえへんわな。なあ、さっちゃん。知らんうち。もう学校へも行かれへん。姉ちゃんのことあんな大きい新聞に出てしもって、お友達にも顔合わされへん。恥ずかしいって。そうだっしゃろ、お父ちゃん。なおのくせに。警察へ、牢屋へ放り込まれるなんて、情けないことをしでかしちゃって。おやめこと。よよ、うち帰ってこんな目に遭うなんて、ほんまに思いもせえへんなんだ。あらし。気持ちをしてくれる思って帰ってきたのに、こんなんじゃ帰らんほうがよかった。何してんねん、こんなとこで。野良犬や。どなしたらええか分からへんねん。病気と違うか。まあ病気やわな。不良少女中立派な病気やわなあ。お医者はん、なんやねん。こないになった女子はどなして治さはんねん。さあ、そら僕にもわからんわ。